つでも来るんだな。必ず来るよね、あの人たちでもね。ここの風景だけは毎回変わんないんですけど。40か、ということでですね、今1枚上がりましたけど、餌の方はね、片口と変わりましてね、約15センチほどのマイワシ、1人だいたい1日15匹ということで分配されてます。マイワシ効くようですね。荒れる前はどうだったの？荒れる前はいつだ、1週間前にマイワシ用意したんですけど、もう入れた途端お祭り騒ぎって感じだったんですけどね。でかいのが出た。はい、出ましたね。マイワシ使って2日目なんかは女のお客さんにね、83センチですか、こうやってかかって結構面白おかしくやってたような感じだったんですけどね。でこの1回荒れてしまったということで、どのようになるかという取材なんですけども、はい、とりあえず傘一発目40センチ級。今こうやって見ると潮も流れてないんでちょっと苦戦するのかなっていうのが正直なところなんですけどね。なるほどね。まず頑張ってみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。入ったのか今。来てる。入った。ヒラメだったらその映像バッチリ映ったら。やったあれなんだ。おーおお、稲田だ。稲田カットだ。カットだ。来た。かかったらゆっくり参りくださいよ。おーし、来たぞ。あ、いいんだよ。軽い。軽い。うん、ヒラメじゃない。お、ヒラメだ。荒れたご一発期待なんだけどな。どこ、こっち。するな。でもでかいんじゃね。よけた。感じだ。よし、まあまあだな。といっても60ですか。60ぐらいだと思ってね。60ね、はい、とりあえずは60。毎回釣るな。これそこは絶えず切ってんすか。そこは取ってんの。そこはメダゾコ。メダゾコだと。メダスが1メーターぐらい。1メーター出してないか。いや、出してない。出してないね。80ぐらいか。80ね。捨て重りが下50ぐらい。ね。で、ベタゾコという。あの人だけ釣れんでしょうね、毎回毎回。魚来てんの？来てる。よしゆっくりね、ゆっくり。違うような。青か。青物だな。青でした。前来た。ライトタックル。稲田あーダメだ。稲田です。稲田でございました。後ろヒラメかな。とりあえずソゲ来たのかな。なんか来そうなんだけどな。もうちょいか。これかじってるような気がするけどね。なんか来てない。あれ？浮いてくる？あ、浮いてきてる。お、それはヒラメだろう。これはヒラメだよ。よかった。でもイラだかもしれないな。だって今食い方おかしかった。稲田はほら話してもまだすぐ食ってくからね。じゃあほら、ああ君は稲田しか釣れないんだ多分。稲田名人お前なんや。でもやっぱり稲田しか釣れないっていう理由もあるんだろうな多分な。あんまり知りたくないけど。どうな
なってた山イワシ、そこが知りたいところだ。あーボロボロだな、ボロボロなぜイナダしか釣れないの。入った、青物っぽい、青物っぽいね。なんかな、行かなくていいか。何喜んでんのイナダ、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 あー走ってるからイナダでしょ。でかいね、そうだな、はい、どれどれどれ。でもでかいでしょ、まあまだ最近。あーおいでよ、ほら頭からな。わらさまで行かないな、わらさまでは行かないですけども、1キロ、うん、おお、そっち入ってか、あっちも稲田か。あーコメントが全部稲田になってる、やばい。なんだ、お臭いね。え、稲田首を縦に振っております。稲田なの、本当に違うんじゃねえの。ほらヒラメだ、さ行く行く行く。あ、あんま頭出さないでね、頭から積もってよ。はいよー、まあさほどの大きさじゃない、50ないくらいだね。まあ稲田じゃなかった分いいけどね。ああ安心したやっただね。ほらヒラメ釣れてるよこっち。何何稲田狙いでいく。こちらの3名は稲田釣りだそうです。来た、ドラム緩めてくださいよ。まだ彼が、おお、いい音してる、ドラム。おし、ヒラメ。おい、ういよ。50ちょいぐらいか。寄せてください。ああ3枚目で釣る人は釣る、やっぱりうまいんでしょう。9枚すと今10じゃないですか。 10?、はい、10枚。この方も2枚、この後ろの3人はどうなってんだ。来た、こっちもだ。何がどっちどっち、後ろ稲田、一番後ろ稲田だっけ。稲田か、この後ろの3人はどうなってんだ。稲田釣れてますか。さよなら。これ、今。でもまだですよ、まだ。お前釣りはしてるんじゃない。おひらめだ。ゆっくりゆっくり。あー、釣れだ釣れだ。釣れだ。釣れだ。釣れの45。どっち？ジローさんの。どっちかどうかはちょっと今検証しないとわかんない。今検証。うちの所有物なんだ。いや、命かかってるな。平井さんの？いや、これじゃない。俺もらってっからんで。行ったじゃない？あ、今。オッケー。あ、もらったわ。で、あなたの。ということでですね、マイワシは約3回に分けて5匹ずつ。配られます。はい、今日も終わり屋でのね、マイワシの方はこのあれで終わりになりますから、どうしてもまたマイワシ欲しい方もご引きですね、独占化でお願いしますね。気合入れて頼むよ、後半。どうしてください。でかいやつね、70センチぐらいの。はい。粗さだぞ。粗さ？はい、どうぞ。落ちた瞬間が一番大事なんだよ。稲田さん、本命だな、本命、本命。本命ですよ、本命。うまいな、やっぱな。うまいな、やっぱりな。うまいな。どうやったらそんなにさ、稲田がかかるのかな。よし、本命だ、ほら。喜べよ、喜べよ。
稲田のは引きがいいねや。おお、なんだあれ、本命じゃねえか。じゃあ本命じゃねえ、下道じゃねえか。下道っぽいね。いいんじゃないこれ。完璧に下道だな。下道っぽいっすね。下道だな。下道だな。残念なことに下道ですね。下道だね。はいはいはい、下道。下道のヒラメです。はい。やっほー。ちー。やっほー。下道つって喜んでます。あれ、重り何色？重り。在庫切れで。在庫切れ？在庫切れでちょっと今日。赤金売ってなかった。そうっすね。だからださこれ。重りを買いました。普通の重り買いだろうね。こんなものいらねえ。こんなものいらねえや。狙い変えましたね、じゃあね。狙い変えました。この重りが、はい、いい時もあんだぞ。そうなの？ちょっと取っといた方がいいと思うよ、俺はだから。じゃあ、取っときます。いや、青だ。青か？違う？青だな。稲田、稲田。ヒラメだちょうだ。ヒラメだ。あ、あ、本当に取れた。ああ、ああ。で、前のリリースだね、あれだね。まあね。ということで、荒れた後の海なんですけども、後継で、まあ小さいのから大きいのまで全部混ぜて13枚。思ったよりはいいみたいですね。うん、そうですね。結構回復も早まってんのかなっていう気はしましたけどね。今後、まあ、この荒れた後の終盤に差し掛かるですね、ヒラメ、期待できそうです。なおですね、すごいやつの水中映像はですね、この濁りが収まり次第、いろいろコンセプトを考えながらね、船頭さんとやっていきたいと思います。ということで、あと残り20分。マイワシか。あ、はい、イワシ追加。マイワシやる気になってきたな。やる気になってきたさ。でも稲田全く来なくなったよな、はい、不思議だなこれな。また来てるべ。何回ぐらいでも来てんじゃん。バレた、バレた。ああ。さっきから呼んでたのに来てんじゃねえの。来てる来てる来てる。本命が負け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 。違うな。違うの？本命の稲田だね、多分。あなた何やっても稲田なんじゃん。おい、なんだこれ。早く負け負け。上げた方がいい。稲田にしろ何にしろ。本命が何で、なんだ今の、寝上がりみたいなやつな。おい。引っかかってから、ガッて上げてドーンってきたんだ。あ、でもこれヒラメっぽいわ。はい、ヒラメっぽい。俺やるべきやる男だからね。ほらヒラメだ。ほら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 、よっと。おー、サモサモ。ほらサモでけえぞ。誰もみんな稲田だと思ったからサモなんて言われてね。あれだ。ほら60あるぞ。60アップ。イエーイ。なんで下道じゃねえかったのか。下道っすね。こっちもじゃねえの？稲田？そっち稲田だって笑ってやれ。嘘みたいな話だったな、おとら。ヒラメだね、違う。こっちがヒラメ？マネールでヒラメだね、おいてね。やったな。こっちの方が、こっちの方が大きかったら社長の映像カットだから。最後の最後に逆転だ、これ。あ、ヒラメだ、間違いないです。いいよ、いいヒラメだよ。おい、社長には届かなかったけどいいな。よし、60弱食べて美味しいサイズ。いや、ね、やった。嘘みたいな話。やった。